皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は一から分数を引く計算についてお話します。まず計算に入る前に基本的な部分に触れておきますね。ここに円がいくつも書いてありますけれど、これ一つのケーキだと思ってください。分数は一つのケーキを同じ大きさに2つに分けたとき、分母に2つに分けましたという2分のと書きますよね。そのうちの1個分なら、この大きさをケーキ1個分の半分で2分の1、こう表します。同じように同じ大きさに2つに分けたね、2分の2つ分なら、これ2分の2ですね。2分の2というのはこれ2つに分けた2個分ですから、元のケーキ1個分と同じですから、ケーキ1個分なので、これは1個分の1、こういうことになります。同じようにケーキを同じ大きさに3つに分けてみました。そのうちの1個分なら、3つに分けたうちの1個分なので3分の1、で同じ大きさに3つに分けた時の2つ分なら、3つに分けた2つ分で3分の2、こうなります。ね、しつこいですよね。同じ大きさに3つに分けたその3つ分なら、分数で表すと3分の3ですけれど、これ3つに分けたの3つ集まったら、上の時と同じようにケーキ1個分なので、これは1個分と同じ大きさということになります。でしつこいですけど、もう一ついきますね。丸いケーキを同じ大きさに4つに分けましたと。ですから4つに分けたってことは4分の、その1個分だったら4つに分けた1個分で4分の1となります。もし同じ大きさに4つに分けた時の3つ分なら、4つに分けた、つまり4分の3つ分で3です。同じ大きさに4つに分けた4分のですね、4つ分なら4分の4、これはケーキ1個分と同じ大きさということで、これ1、このようになりますよね。つまり分母と分子の数字が同じ分数は1と同じ大きさを表します、ね、2分の2は1で、3分の3は1で、4分の4も1と、分母と分子が同じになっている場合は1という大きさを表していますね。ですから1は分母と分子が同じ数字の分数で表すことができると。この考えをもとにして1から分数を引く計算を5題解いてみます。1は分母と分子が同じ数字の分数で表すことができます。これを元にして1から分数を引く計算、これを5問やっていきます。括弧1、1引く4分の3は、これ1の部分を4分の4にします。ね、分母と分子が同じだったらこれ1と同じ大きさですからね。これから4分の3を引きます。分数の引き算、分母はそのまま、分母が等しい場合はそのままで、分子だけ計算します。4-3=1 ですから、1引く4分の3の答えは4分の1です。2番です。
1-7分の5、1を7分の7に置き換えます。7分の7引く7分の5、分母は7で、分子を7引く5で2ですから、2番の答えは7分の2です。括弧3番、1引く9分の4、1を分母と分子が等しい9分の9に置き換えて、9分の9引く9分の4と、ね、9分の分子だけ計算して9引く4で5、9分の5ですね。4番です。1引く11分の3、1を分母と分子が等しい11分の11に置き換えて、引く11分の3ですね。計算すると11分の8になります。5番、1引く5分の2、1を分母と分子が同じ数字の5分の5に変えて、5分の5引く5分の2と、分母はそのまま5分の分子を5引くに計算すると3ですから、5番の答えは5分の3と、このようになります。1から分数を引く場合ですね、この分母と分子が同じ数字の分数に置き換えて計算していく、今回はこのことを覚えておきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。